皆さんこんにちは、ビールジェンドスミラです。前回のルーティン動画から少し間が空いてしまいましたが、減量の方は継続して頑張っております。朝一体重を測ってビールジェンドアプリに記録するルーティン変わりません。前回の動画で5月中に 54.5 キロまで落とす目標で言っておりましたが、おおむね順調に来ております。まだね、ほとんど有酸素運動を行っていませんので、6月に入ってから少しずつ始めていこうと思ってます。それで6月中に72キロまで絞って、昨年のコンテストと同じ体重に持っていきます。そして7月は最終調整のねフェーズに移ろうと計画しています。最近の朝食はもっぱらこれです。鶏ハムにオクラメカブ、卵にキムチ、炭水化物はオートミールです。腹持ちも良くて味がいいので飽きずに食べ続けてます。摂取カロリーが低めの設定の日は自分はオートミールを活用します。理由は腹持ちがいいからです。注意点として、オートミールは食物繊維が豊富なので、逆にオートミールを摂りすぎてお腹が張ることがあります。自分は1日 200g 以内であれば問題ないので、それ以上は足らないように気をつけてます。朝食を食べたらジムへ向かう準備をします。トレーニング前にカフェインを摂るためにコーヒーを入れます。これは後輩の管理栄養士堀がゴールデンウィークの時に実家に帰省した際、減量している自分のためにわざわざ買ってきてくれたコーヒー豆です。先輩思いの可愛い後輩です。いつも飲んでいるコーヒーとはまた違ったね、深みがありました。違いが分かる大人です。減量していると食べられるものが制限されます。その中でコーヒーは自分の楽しみの一つです。はい、この日は胸の日です。ペックフライで追い込んでおります。で、以前の動画でね、4月は2600キロカロリーで減量しておりましたが、停滞してきたので5月はカロリーに波をつけて減量しています。1週間で見た時のトータル摂取カロリーは変わりませんが、摂取カロリーが少ない日を作って、その分減らしたところにプラスアルファして1日だけ多く摂るといった形でカロリーに波をつけます。この方法で5月は、ここまで落とすことができました。今のところまだ順調に落ちているので継続して続けて、体重がね停滞してきたら次のカードを切っていきたいと思ってます。はい、昼ご飯はこちらです。メカブだったものがね、納豆に変えている形です。ここからは、友人のフィジーク大会の応援に行きます。自分のね、メンバーの友達と一緒に車で京都の方に向かっております。で、今日出る友達がね、こう、大会終わったら一番最初にミスタードーナツが食べたいっていう形で言っていたので、まあ、近くにあったミスタードーナツでドーナツを買い込みました。もっちゃくちゃ美味しそうで、僕も食べたいなっていう気持ちになりましたが、我慢です。で、こちら京都バルスプラザに到着しました。ここのねバルスプラザは去年自分が出た大会でステージに立った場所なんで、すごく思い入れのある場所になっております。1年ぶりでね、すごく懐かしかったですね。で、これがね出場した友達ですね。本当にバランスよくてね、かっこいい体できっちりね仕上がってたんですけど、ちょっと、ね、決勝の方には残れなかったっていう形なんですけど、まだねシーズンは続きますんで、友達はね必ずやってくれると思っております。で、これですね、大会終わった後にドーナツを渡しました。これ行きたいやつから行ってください。今まで減量した男、8月リベンジや。ミスドも食べる。本当にね、買った時からドーナツのいい匂いがね、まあ、減量中応援してた友達みんなね減量中なんで、本当にね車内とかもいい匂いでね、きつかったんですけど、みんな我慢して食べずに彼にね差し入れをしたっていう形です。兵庫一緒に出ましょう。今日も考えるわ。うん、やっぱめっちゃうまいですか。向こうまあここやもん。うわぁ、ほんと美味しそうですね。食べたい。しぼり間に合わへんなら頼むで。今食ったぐらいですぐ戻りますよ。もうほんまに、はい、あと2ヶ月以上あるんですか。いや、次の大会めっちゃあのお腹周り完璧になるよ。で、この写真がね、匂いだけ嗅がせていただいている写真ですね。むちゃくちゃ美味しそうでいい匂いでしたが、我慢しました。本当にね、改めてジムとも本当に最高だなと思いました。一つの目標に向かってみんなで頑張る、かけがえのない友達ですね。
で、ドーナツを我慢して自分の間食を取ります。バナナとさつまいも、プロテインでした。で、応援が終わった後はね、自分のメンバーたちと一緒に疲労回復のために近くにあったね、銭湯で疲労を癒しに行きました。本当にね、汗がたくさん出てね、夜もね、すぐに寝ることができました。これもね、やっぱり減量中の楽しみの一つでもあります。で、夜ご飯もこんな感じですね。まあ、これを3食食べて大体2100キロカロリーです。この日はカーボが少ない日です。またお会いしましょう。